店の前で、せんべい汁とバラ焼きがお店の前。これからも訴求していきたいと思います。株式会社ファーストインターナショナル取締役ゼネラルマネージャーをしております吉田悦子です。開催される前日にK2 っていう向こうの日系 のラジオの番組に宣伝で出させていただきまして、そこでまあお振る舞いのことを宣伝したり青森フェアのことを宣伝しましたので、それですごくそれがとても宣伝効果になったようです。ですね、現地のお客様の中には青森県に行ったことがあるとか、青森県に親戚がいるんだよとかいうお客様であったり、あとはフェイスブックで八戸のお友達から今青森フェアやってるよっていうお知らせをもらったので来てみましたっていうようなお客様とか、もう皆さん本当に楽しみにしてフェアにお越しいただいてました。でたくさん商品を日本に帰らなくても買えるということで喜んで買っていってくださいました。今回青森フェア初めてだったんですけども、皆さん結構青森 の商品を待っていてくださったっていうのが分かりまして、また来年もやってほしいというリクエストがいろんなお客様からありました。で当然来年も考えております。でできればもっと多くのメーカーさんにご参加いただいて、もっと青森フェアを盛り上げたいなと。で同じ姉妹のお店がロスの方にもあるので、そちらの方での青森フェアも考えたいと思っております。会社があって、そちらがそのご当地、青森県ご当地グルメを巡る会、ツアー